立川ワンダは、愛知県名古屋市生まれの落語家。本名、カコスケ。別名、メビウス落語家、ワンダー落語家、27世紀の爆笑王。出林は、デカンショ氏。愛知県名古屋市出身。愛知県立中村高等学校を経て、名城大学小学部を卒業。2000年2月、初代、林家菊蔵に入門。前座名は木之助。 その後破門され、2001年8月、2代目、快楽亭ブラックに入門、ブラッシーと名乗る。2005年8月、快楽亭ブラックの落語立川流脱退に伴い、立川男子郎門下に移り、立川34郎となる。2010年2月、二つ目に昇進。2019年10月、新内昇進し、ワンダを名乗る。 春風亭昇るの家に居候していた SF テイストの新作を発表するほか、古典もこなす。新作発表の場として、小福亭行と SF 落語会と題した一連の落語会を行っている SF 好きとして有名。SF 落語会と銘打った落語会では冒頭で、月は無慈悲な夜の女王、天の光はすべて星、我が赴むくは、 青木大地といった往年の SF タイトルの前半を34ローが、これに答える形で後半を観客が答える形のコールレスポンスが行われることが多い。2013年の第52回日本 SF 大会、コイコン2014年の第53回日本 SF 大会、夏コンにゲストとして出演した。2019年4月10日に、 開催の日本 SF 作家クラブ理事会にて、日本 SF 作家クラブへの入会が承認された。弟子紹介。2018年5月29日閲覧。プロフィール。2018年5月29日閲覧。立川男子。落語立川流一門。男子が死んだ。立川流は、誰が継ぐ後段者。2003年。266P。414。 P 立川34郎さんインタビュー、日本 SF 作家クラブ。ツイッター、二千2019年5月2日閲覧。2019年4月10日に開催しました、一般社団法人日本 SF 作家クラブ理事会にて、以下の4名の入会が承認されました。浅見秋也さん、大沢博隆さん、カルロゼンさん、立川34郎さんです。ありがとうございます。